飛行機機内で撮られた写真。この黒い影のようなものは撮影当時はただの現像上のミスと思っていたが、この写真を現像してから3日後、この少女とその前に座っている少年が同時刻に事故で命を落としたのだという。この影は二人の不吉な運命を暗示していたのだろうか。小学校の理科の課外授業風景、その水面に少年のような霊が映り込んでいる。この少年はクラス内の不登校児の生き霊だという。その怨念は凄まじく、網を持った少年は学校の帰り道、トラックと正面衝突して命を落としたという。この3枚の写真は同じ日に同じ携帯電話で撮られたものである。1枚目の写真には人物の顔を覆う白い影が、2枚目の写真にも大きくなった白い影が画面の端を覆い、さらに3枚目の写真はその白い影が画面すべてを覆い尽くしている。電話の持ち主曰く、この携帯電話はこの日特に通話が困難なほどノイズがひどかったという。走る車内にて何気なく撮られた写真、バックミラーにこの世のものではない手が写っている。この場所から数百メートル先に戦没者の墓がある。この車の同乗者に一人戦争体験者の老人が乗っていた。この手は戦没者の浮遊霊がかつての同志をあの世へ誘っているのだろうか。とあるホテルの一室で撮られた写真、よく見てみると床に謎の顔が。実はこの窓から見える崖は投身自殺の名所であるという。この物体の正体はそんな自殺者の一人なのだろうか。橋に立つ女性を見上げるように撮られた30年前の写真、顔を左に傾けてご覧いただきたい。橋の一番手前に男の霊が認識できるはずだ。この橋は飛び降り自殺の名所として有名であり、このような写真がたびたび撮られていた。この女性も記念撮影程度の軽い気持ちで撮影したのだが、実際に橋の上に立つと飛び降りたい衝動に駆られたという。画面全体を覆う灰色の影、これはイタリアのとある教会で撮影されたものである。教会内の誰一人としてこの現象を目撃していない。それはこの影が偶然カメラに映った例であるからだ。この教会は100年ほど前、カトリック信者たちが集団自殺を図った場所であり、今もなお死にきれない無数の霊たちがさまよっているという。都内のカラオケボックス、歌う青年の右側で拳を突き出すこの人物に注目してもらいたい。どこかおかしい、指が一本多いのだ。実のところ投稿者は彼本人である。投稿者は後日勤めている工場で指を切断しかけた。そして焼き上がった写真を見てゾッとしたという。これは霊からの警告であった可能性がある。たかが一枚の写真であるが、逃すことなく警告として受け止めたならば、あなたも危険を回避することができるだろう。この写真は信州の旅館で撮られたものである。もうお分かりだろう。写真下部に赤くにじんだ光が確認できる。これは少年が生まれてすぐ亡くなった祖母の霊の痕跡である。生まれた時から病弱であったこの少年は、祖母の霊に見守られて年々健康状態が良くなってきているという。霊といってもみんながみんな人間に危害を加えるというわけではないのだ。しかし霊を呼び込む力に長けたこの少年は危険な悪霊をも呼び込んでしまった。少年後方の壁にうっすらと浮かび上がる女性の顔、
専門家の鑑定によれば、この例からは子供に恵まれないまま死んでしまった女性の強い怨念が感じ取れるという。暗闇をバックに幻想的に照らされる噴水、投稿者は見とれて思わずシャッターを切った。しかし噴水をよく見てみると、そこには思いがけない霊の姿が映し出されていた。女性と思われるその霊は、顔にこびりついた髪の状態からびしょ濡れになっていることがわかる。髪の隙間から悲しげな目がこちらに向けられている。彼女は我々に一体何を語りかけようとしているのだろうか。テニス大会での集合写真である。最後列左から2番目の赤い服を着た男性にご注目していただきたい。他のメンバーの顔ははっきりと写っているのにもかかわらず、この男性の顔だけがブレているように見える。よく見ると顔が2つあるようにも見えることから、この男性は亡霊に取り憑かれていると考えられる。公園の滑り台で遊ぶ子供たち、彼らは思い思いの遊びを楽しんでいる。しかし滑り台の後ろのマンション左側の窓に目を移すと、じっとこちらを見ている人の顔が確認できる。その顔はこの世に未練を残し、このマンションで一人死んだ人の顔なのかもしれない。これはある小学校の学芸会を撮影したものである。一目でわかるようにこの写真全体を無数の丸い光の玉が覆っている。この現象からこのステージに数多くの霊が集まっているものと推測できる。写真にこのような現象が写り込んでいる場合、その場所で除霊を施さなければならない。この写真は公民館で行われた合唱会の光景である。10人ほどの女性が手に歌詞を持って歌を歌っているようだ。それを椅子に座って見ている女性たちのうち、右端の女性をご覧いただきたい。なんと彼女の左肩には手首が乗っている。投稿者によると、この女性は左肩にずっと違和感を抱いていたそうである。そしてその症状は今も続いているという。遊園地で遊ぶ女の子の写真、バスの形をした遊具のハンドルの上を見ると、こちらの様子をうかがっている男の子の顔が映り込んでいる。これはこの遊園地で遊んでいた時に誤って死んでしまった男の子の亡霊である。亡霊となった今でもこの遊園地で遊んでいるのだろうか。今で撮られた集合写真、町内会の話し合いをしていたのだろうか。写真中央左から3番目の女性の顔に起きた異変にお気づきだろうか。この女性の鼻と口が潰れているのである。投稿者によれば、この女性はその後飛び降り自殺を図り、顔面を強く打って亡くなったらしい。この写真は近い将来に起こるこの女性の死を予告していたことになる。